こんにちは。こんにちは。橋本圭一です。よろしくお願いします。真所義明です。よろしくお願いします。このチャンネルは僕たち二人でいろいろな剣道の話をしていこうというチャンネルです。剣道の奥深さや文化性を正しく伝えていき、一緒に剣道感を高めていきたいと思います。では今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは試合です。試合。はい、試合。試合でもね、いろいろありますけど、はい、まあ、とりあえず剣道の試合です。剣道とりあえず剣道の試合の話はしたいですね。そうしましょう、はい、剣道の試合で、はい、まあ、いろいろ今後ね、いろんなことを話していければいいと思うんですけど、はい、まあ、今日はちょっとこう心構えとか試合の準備とか、はい、まあ、そんな話ができたらいいかなと思うんですけど、はい、どうですか圭一君は、こう試合の事前準備というか、こう何ヶ月前からこういうことしてとか、はい、多分レベル的にはそういうね、まあ、プロの試合感覚だと思うんで、はい、まだ、それちょっと聞きたいかな、うん、まあ、僕の場合は、うん、まあ、6週間前、6週間前前には試合に出られるぐらいの剣道感だったり、うん、まあ、まあ、スタミナとか筋力とか、うん、ある程度、うん、6週間前ぐらいにそこに試合ができる状態を作る、うんうん、その6週間っていうのは何、そのいろいろ試した結果6週間っていうこと。 Of course。 なるほど。じゃあその前は例えば8週間にしてたとか、8週間だと、週間と、8週間はやったこと1回あるんですけど、8週間は途中もう全然ダメですよ。中だるみしちゃって、ああ全然、うん、あのなんだろう、いい、まだ間に合うっしょみたいな、なっちゃう。夏休みの宿題みたいになっちゃうね、はいはい、まだいいっしょっつって、うん、で結局その間やんなくなっちゃうんですよ、うん、で4週間だと回復が追いつかない。あ、なるほど。で間取って、うん、一応6行くみたいな、うん、って言ったら、まあ、うまくいったっていうか、うん、それはいつからその6週間を意識してるの。31ぐらいですかね、年齢。こう、あ、じゃあちょうど選手権のちょっと前ぐらいに、初出場の前ぐらいに6週間ぐらいでやってて、そしたらまあ、精神的、メンタル的にもフィジカル的にも、うん、ある程度こう、まあ、ハイパフォーマンスって結構1年に1回出るか出ないかみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、フィジカルとかメンタルとか全部合致するときって、うんうん、それを平均取って、うん、ある程度いけるなって言ったのが僕は6週間かなって。で例えば試合がちょっと連続するときってあるでしょ、はい、もちろん重要な試合がこうあって、はい、前後あると思うんだけど、はい、それはもうその流れでっていうか、続いても大丈夫。ダメっす。ダメ。年を取れば取るほど。まさかのダメっす。全然ダメっす、それは。じゃあもうこの試合って言ったらもうこの試合、もうその試合です。あ、それ以外の試合はもう出ない。もう出ない、事態。なるほどね、はい、でその6週間前にそういう状態にしといて、例えばこう追い込んだり、そこから追い込みます。疲れを抜いたりとかっていう、そこから追い込みます。6週間前にこうある程度自分自身が今は試合やってもまあいいよっていうぐらいのところに、まず来ると、うん、6週間前からゼロからスタートすると本当に全然登りきんないんで、うんうんうん、なるほどね。6週間前に体を作っておくっていうことを大前提にして、6週間、その後の5週間ぐらいでいろんな負荷をかけます。だからそこもプランを作るってこと？その、はい、Excel に、Excel に必ずもう毎年できてるんで、ひな型あるんで、そこにただバンバン打ち込んでいけばいいだけなんで、例えば普段6週間前までは1日素振り、稽古以外ですよ、うん、稽古以外で素振り300本とか400本とか500本とかだったのが、6週間前になってからはじゃあそれを700本にしましょうとか、もうちょっと頑張りましょう、走ってる距離を考えるんだったら、じゃあオフシーズンはジョグで別にゆっくり走ってるから 7,8 キロ走ってます、うん、でもじゃあ6週間前からはダッシュも含めてダッシュジョグダッシュジョグで 7,8 キロ走るとか、例えばですけどね、だそういうのをそのポツポツ入れていくんですよ、うん、曜日によって入れていくっていうか、うん、で稽古があって、稽古も今日はだ僕は朝と夜やってるんで、朝追い込みと、まあ、今普通にやってても追い込みと打ち込みぐらいやるんですけど、その追い込みの本数を3本4本5本6本に増やしていくとか、そういうことをやっていって、5週間前ぐらいに、絶対それ全部できないですから、いろいろ書いてあるけど、うん、絶対できないですよ、うん、絶対妥協するし、うん、まあ、ちょっときついなとか思うんで、その時はやんないじゃないですか、うん、やんなくても5週間
後に、うん、要は試合の1週間前にある程度体が切れてれば、うん、メンタルも切れてると思うんで、うん、で やりきったって、うん、で9割ぐらいこれをこなしたよって言うと、うん、残りの1週間で、うん、要はもう下げていけば、うん、おのずとパフォーマンスはその維持できるっていうところが、まあ、自分自身で見つかったんで、うん、でもこう選手によってはさ、はい、全然そうノープランの人もきっといるんでしょう、はい、いますいますね、もう普通に稽古して普通に行くみたいな人もいるとは思うんだけど、はいはい、例えば、はい、そうやってこう緻密にこう計算していくと、はい、計画を立てるってなると、はい、怪我したとか、はい、そういう時ってめちゃくちゃこうメンタルがやられそうな気がするんだけど、はい、だって自分のプランではここでこんだけの負荷がかけたいのにかけられない、はい、そしたらちょっとメンタルやられそうな感じがする。そのためのいつもよりも過負荷なんですよ。どっかで絶対怪我するとか、どっかで風邪ひくし、あ、まあ、今もこんな声してますけど、うん、どっかで稽古はできない、走れない、そこも想定、そこも想定して、ね、でだからこんだけいっぱいなんか絶対できないでしょこんなのっていうのを書いておくんですよ。うん、なるほどね、ちょっと頑張ればできるところをずっと書いておく、うん、そうすると例えばじゃあ風邪で3日間僕長引くんで3日間寝込んじゃって4日目に復帰した時でも、普段から普通の負荷でやってると筋肉って当たり前ですけど肥大はしないし、うん、あのすぐ落ちるじゃないですか、うん、でもちょっと高負荷過負荷だったら戻ってきた時にちょうどいい回復だったりするじゃないですか、うん、だそれをちょっと考えてるんで、うん、そんなにあの1週間休んだぐらいじゃへこたれないような、なるほどね、まあ、プランっていうか計画にはなってる、うん、してるつもりなんですよね。じゃあそうこうやっていってもう試合直前、はい、例えばまあ前日だったりとか、はいはい、まあ、当日だったりとか、はい、そういざ試合ってなった時のなんていうのこう準備とかこういうことをするとかさ、例えば前日には何をするとか。前日は洗車、うん、洗車洗車、ちょっと何言ってるか分かんない、何言ってか分かんない車を洗って清めるんですよ、うん、車で行く場合、うん、洗車するんです。それだけ。これを食べるとか。パスタ。あとなんだろうな、僕あんまないんですよ最近、うん、昔結構あったんですよ、うん、昔は結構あったんですけど最近洗車っすね、うん、もうそれがもう落ち着くみたいな。落ち着くっていうか、まあ試合要はね、もう道具、一緒に戦う道具として、まあ、剣道具みたいなもんですよね、うん、車が、うん、だからそれを汚くしていったら要は失礼でしょみたいな、うん、これから戦う相手に失礼でしょみたいな、うん、っていうつもりで行くんですけど、でも右手でこう洗ってると右手乳酸溜まっちゃうんで、う左手で洗うようにはしてるんですけど。で当日は当日こう何かこう絶対これはするとかここでチェックとか、ナイス、何を食べるとか、ああなんかそういうのない。ないっすね。ないの。最近ないっすよ本当。めちゃくちゃ意外なけど6週間前から準備してるやつが当日ない。ないっす。あ、なんだろうな、当日、あ、僕いつ、これいつもなんですけど、セブンイレブンのカフェラテを飲む。あ、それ原価継ぎじゃないけど、え、まあ、いつもだから。そうしないとあの便通が良くないんで、まあ、便通ありきの話になっちゃうんですけど、うん、やっぱそれかな。え、なんかあります、逆に、なんかやってます。え、何が。じゃあ試合とか審査の前に これやるみたいな。尊敬。はい。尊敬何回もやる。あ、そうなんですか、うん、え、前の日、当日、当日、へえ、落ち着くまで、なんかしっくりくるまでやる。尊敬っすか。うん、家でやるんですか。いやいや、そう、会場で、へえ、礼をして対等して尊敬して立ってを繰り返す。へえ。それでなんか、だからでもちょっとふわふわしてる気持ちだったりするじゃない、試合抜けと、抜けと、そう、構え、うん、収めと、うん、の繰り返しですか、うん、へえ。それでなんかこうちょっとふわふわしてるから、はい、なんか自分で何回もやってる方がどんどんちょっとこう沈んでくる気がする。ああ、はいはい、はい、審査の時もそうだし、はい、試合の時もそうなんだけど、はい、パッと立って、あ、この気持ちでいったらちょっと俺浮いちゃうような気がする、上ずってる感が、うん、それをこうもう試合直前の方がやっぱそういう近い感覚があるから、はい、パッと立って、あ、この感じだったら大丈夫かもしれないっていうのを結構やるかな。はあ、尊敬、うん、
尊敬で立って尊敬で立って、あ、うん、それ結構あんま聞かないっすね。そう、はい、うん、なんか聞く他の人でこういうことしてるとか、まあ、僕の知り合いですけど、ま、毎朝カレー食べるっていうアスリートいました。絶対知り合いじゃない。むしろレジェンドでしょ。そうっすかね、うん、結構近しいんですけど。お前だけです。毎朝カレー食う。でも結構日本で、むしろ日本にね、日本で結構あカレーが流行った時期がありましたよ。朝カレーだとかって。え、食ってなかったですか。僕も結構朝カレーやったんですけど、うん、ちょっと腹いっぱいになっちゃうんですよね。剣道には向いてないでしょって。あれナイターとかだからいいんだよって言ったんですけど。なるほどね。はい。でもなんか例えばアップしててこれがいいといいとかさ、これがしっくりくると、例えばまあ面打ちのインパクトがこう合うまでやるとかさ、切り返しで確かめるとか、なんかそういうアップではない。僕はアップないですね。あ、ないんだ。ないですね。早く終わる。全然ないじゃん、まあ、最近ないっすよ。だからそういうの全然広がると思ったのにね。僕もだから昔から得意分野だと思ったのに、ね、4,5 年前だったら広がってました。これだから忘れちゃいました。何してたっけかな。あ、昔だからあの、あ、パンってパンってやったんですか。あ、言ってた、ね、なんだっけ、それ手合わせて合唱して、うん、お手々のシワとシワ合わせて、うん、幸せとかアホみたいなこと言ってました、うん、で目つぶってあの頭の上の方で集中してると頭の上でパンと音がするんですよ、うん、その時はちょっと何やってるか分かんないような剣道してました。全然記憶のないような剣道してました。そのキレキレで。でもその時期結構ムラあったんじゃない。ムラ八分でしたね。その時結構やらかしてるってこと。30いくつちょいちょい、28から30ぐらいかな、うんうん、はい、俺それ武道館で見たことあるから。実業の時とかやってたわな。ムラありますね、うん、こうやってやってるのになってねえわみたいな、うん、何回もこう手合わせてました。何回も音が聞こえねえなとかやってましたんで、うん、あ、前は昔は前の日ビール飲むとかやってた。 あのやっぱ勝ちたい気持ちが強すぎて、うん、やっぱ固くなってたんでしょうね、うん、それをこうアルコールでこう分解するっていうか。その勝ちたい気持ちを。で今は酒は飲まないですけど、うん、じゃあ例えば、まあ、後輩とかさ、はい、あの高校生とかでもいいけど、はい、こうどういうことをやったらいいよみたいなさ、アドバイスっていうか、試合前、うん、個人戦の場合は、うん、やっぱりグリコーゲンローディングをまずして、うん、あの要は肝臓に糖を溜め込む、うん、で自分自身の糖を使わないように、加糖でね。そうです、加糖で、うん、はい、で果物の糖分がいい、ね、はい、それで、まあ、エネルギーを使わないように、うん、でそれで最後まで、で最後の方になってやっと初めて自分自身のもともと持ってるエネルギーを使ってギリギリエネルギーエンプティにならないようにはした方がいいなって思います、うんうん、それこそでもそれだったらこう、ね、プロの人とかも呼びたいよね。そうです ね、はい、食事とかね、食事、まあ、食事大切ですよ ね、まあ、まあそういうふうに言われちゃうとやってることいっぱいあるじゃんって思いますけど、験担ぎとかそのルーティンみたいなのは最近なくなっちゃったんですね。だからその試合会場入る前に屈伸して相手にこうしない向けてこう袖をこう引っ張るみたいなことはしないですね、うん、最近は。まあしなくなっちゃいました最近。試合中は、試合中は例えば、まあ、選手権でも、はい、この前の七段戦とかでも、はい、これどういうことを考えてやってるの。これいい質問じゃない。何を考えてるんですか。あ、何考えてるんですかね。何考えてるんですか。何考えてんだろう。この機会にちょっと一緒に考えてみましょう。あ、何考えてるんですか。何考えてんだろう。まあでもそんなあれかな。いやだから具体的に何って打ってこい打ってこいって、あ、打ってこい打ってきてください先輩マジお願いしますみたいな。先輩で先生打ってきてくださいとか、先輩マジ打ってここで、はい、ほら、はい、はいとか、はいどうぞって。あ、そんな心境なの。あ、そうです。でも最近そうっす、はい、ここらほら、あ、来ましたよとか、そんな感じです。へー、あー打ってこないわーって、何言ってかかんねえわーってもう一回こうやり直して、でほらほらほら、そういうこと、一個来いよ打ってきてって言って、そうそうそう、それをやり直すんだ。やり直す、あんだよーって、あ、やっぱ自力あんなーって、全然浮かないなーって、ーでそれをまた構えて、よっしゃ打ってこい打ってこい、あ、ほらほら、こんなに空いてるのに、こんなに僕空けてるのに、剣線すんげーなんかあさって向いちゃってんのにと思いながら、打ってきてって。でその時に相手がほんのちょっとチャンスって思って、絶対チャンスの時でちょっと力入るんで、うん、それチャンスと思った時に僕はそこで乗る乗るっていう
剣道を心がけてやってるんですよね、うん、まあ、乗れなければ、まあ、コテでもいいし、うん、返しとでもいいし、要は誘うって、あ、まあ、飲み行こうよみたいな、本当にえらいフランクになる、今日飲み、今日先輩飲み行きましょうよっていいじゃないですか、行きましょうよ、いやいいっすよ、金割り勘でいいっすよみたいな、そっちは広がるんだね、いやそんな感じっす、うん、あのいいじゃないですか、割り勘でいいっすよ、まあまあ、ぶっちゃけ、まあ、ワンチャン46ぐらいでワンチャン46ぐらいの出費でもいいから行きやしようよって言って、くだらない話は広がるな、で相手がじゃあ行くよってところで乗るっていうか、そういう剣道ですね。最近その一番試合で、はい、あれは良かったなっていう一本は、あ、最近ですか、うん、やっぱ最近はやっぱ和光先輩に打った出番の面か、か小田口さんについた月か、うん、古澤恒臣先輩についた月ですかね。それはもうなんか自分の練習してるとこが出たって感じ、あ、もういつも通りですね、もう考えてるとかそうじゃなくて、もういつもあの、うん、誰と稽古するときも同じような技を打ってるなっていうとこだったんで、うん、まあいいっていうわけじゃないですけど、うん、いい技っていうか、そのあいつも通りの剣道ができたな、ちょっとその辺のなんかあれだね、こう具体的にあの時の試合はみたいなのもちょっとまたね、今後そうですね、話していけたら面白そうですね、うん、そうですね、はい、今回の放送をいいなと思ってくれた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。